攻撃を組み立てます。味方が潰してますよ。フォローが遅いですね。ゴール！これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。サッと両チームピッチに散りました。さあキックオフです。サッポン、これは危ない。ファーサイド、シュート、サッと、ドリブルで上がる。ドリブル。フィールドを走破します。いっけいっけ、ドリブル、ゴールポスト直撃、シュート、シュート、オフサイドにはならなかった。中へ放り込む。前半
半30分経過。オフサイドの網にはかからない。放り込んできた。ここで折り返す。サッと。サッと。戻して。キラーパスになるのか。ヘッドパス。これはチャンスだ。出た。いいボールですよ。ニアサイド。シュート。さあここからどう攻める。シュート。前半終了の笛です。前半戦が終わったとき後半開始の笛です。ドリブル。攻撃を組み立てます。味方が探してますよ。フォローが遅いですね。ゴール!なんてアートな見事な先制点。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。動き出しが素早いです。ボールを囲んでいきます。ガンガンプレスをかけます。プレーを切ります。後半20分経過しました。ドリブルで上がる。
中に絞ってきた。選手交代が行われるのでしょうか。パーポスト、頭でつないで、おっと足がかかった。コーナーキックになります。これはゴールキック、狙いすぎたようです。おっとファールを取られました。キーパーが指示を出しています。さあどちらがボールを支配するのか。ヘッドでつないで、いきなり始まるドリブル、ファーサイド、ハイボールを競り合う。ナイスファイト。さあできた。虎の子1点を守り抜きました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見事な試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。